レッドウィング作戦セミノール実験セミノール実験で飛散する放射性硬化物レッドウィング作戦ダコタ実験レッドウィング作戦アパッチ実験レッドウィング作戦はアメリカ合衆国が実施した第17次の核実験シリーズで1956年の5月から7月にかけて行われた実験はすべてミキに干渉及びエニウェイトク干渉で行われた 本作戦は、ビグワム作戦に続くものであり、本作戦の後には、プラムボブ作戦が行われた。作戦の主な目的は、新しい第二世代の熱核兵器のテストを行うことであった。また実験には、熱核兵器のプライマリー用としての核、分裂爆弾のテスト、および防空用の小型戦術兵器のテストも含んでいた。レッドウィング作戦は、 米国最初の航空機投下型の水爆テストチェロキーを行ったことで特筆できる。なぜなら1954年のキャッスル作戦で行った多数の実験では核出力が予想を大きく上回ることになったため、レッドウィング作戦はエネルギー予算の手法に基づき実施された。核融合容器の周囲を覆う天然ウラン製のタンパーは 核融合反応で放出される高エネルギー、中性子により核分裂反応を起こし、熱核兵器の核出力を強力に増大させると、ともに、莫大な量の放射性効果物を発生させた。レッドウィング作戦で実施された核実験の詳細を以下に示す。すべての実験名は、実在したネイティブアメリカンの俗名から取られている。ありがとうございます。